ラジオでーす。よいしょ。皆さんこんばんは。こんばんは。4月27日、時刻は夜9時。火曜の夜9時、秋葉のラジオの時間がやってまいりました。皆さんこんばんは。ということでね、今日もスペシャルなゲスト、はい、セルフ自己紹介。はい、前川明穂です。現在は、九州文化学園高等学校の方で音楽を教えてます。よろしくお願いします。はい、先週に引き続き、九州文化学園高先週ちゃうな先々週に引き続き九州文化学園高校の前川清先生にね、はい、お越しいただきました。はい、メインパーソナリティは私、佐世保東照高校で吹奏楽の顧問、また音楽の教諭として勤務している中村明夫です。初めての方ね、この日本の西の端っこ佐世保から世界に向けて吹奏楽の今、明夫の今をお届けしております。よろしくお願いします。はい。というわけでね、どうですか、新しい高校九州文化学園高校に来て、はい。3週間が経過しました。はい。どうですか。いや、一日があっという間ですね。バタバタと過ごしてます。うん、で、以前いたところよりもやっぱ教科数、うん、教科の持つ時間が増えたっていうのもあって。うん、前いた時は音楽だけだと週にこう 7時間とか少なかったんですよ、ね、で情報も持ってたのでそれプラスして10何時間とか10ちょっとだったんですけど、今は音楽だけで週18時間、18、1日だいたい4時間ぐらい思ってるので結構バタバタです。そうですね。その一般の方は分からないと思うのでちょっとね補足をしますと、僕たち高校の教員は、専門の授業だけなんですよね。ただ小学校とかはずっと担任が教えるじゃないですか。だから僕の学校でね、月火水木金5日間あります。で、1日の時間数が6時間目まであります。だから6時間の5日間、週に30時間あるわけです。それでね、僕たちね、僕とは持ち駒何個もあったらさっきね、彼女が言いましたね、18時間、ね、18時間って何と思うかもしれませんけど、1週間に18時間の授業を持っているということです。大体高校の先生の平均が15ぐらいっていうからね、18って多い方です。でもまあ俺最高何時間したか知ってるか。何時間ですか。27。うわー、30分の27。すごい。ああ、大変だった本当に、あの1年間は。鹿田先生と頑張ったよ。うん、お前が卒業した後だな。はい。ああ、いや、私が勤務する佐世保東照高校は、総合学科という学校で音楽の系列というのがあります。なのでめっちゃ音楽勉強できるんですよ。週に30時間あるんですけど、3年生で本気出したら30分の14音楽かな。うーん、すごい。お前もそうだったよな。はい、ねえ。いやー、でね、今日もね、吹奏楽部の話をいろいろしていきたいと思います。おっと、早速メールが来ました。兄さんからね、お二人様こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。2週間前も聞いてくれてね、はい、メッセージをいただきました。長崎県の住まいの、吹奏楽が大好きなね、兄さんから、はい、メールをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、もう俺たちもなあ、こう、はい、コツコツ頑張ってきたけどなあ、はい、有名になったな。いや、私はなってますね。なってるよ、お前。何言ってんだよ。正からんな。いや、もういいですって。そう、実は彼女、長崎県の正からんなに選ばれました。いやねえ、すごいじゃねえか。いやすごいよ、なかなかいないぜ、正からんな。イエーイ。ケタバス。
いやーねえ、どうなん、その練習とかするの？してませんよ。どう練習するの？実はね、そう言いながら前子育て夜中になんかこうなんか持って練習とかしてるわけないでしょ。ええー、わかんねえぞ。してないですか。どうカメラ意識して壊してるかとかさ。いや、してるわけないでしょ。どんな格好出してんの？当日もらいます、ユニフォーム。当日？当日。合わせろ。どうする？パッツパッツだったら。第一希望、第二希望出してるんですよ。おうおう、サイズ感を。うん、で、第一希望のやつと合わんかったら第二希望渡される。どうする？パツパツだったら。いや、ゆるゆるだと思います。なんかそのもうあるんですよ、写真が来た感じの身長の方が、うん、はい、だから多分大丈夫だと思います。へえ。その服はどう返すの？もらえます。へえ。ただですね、うん、5月からこの長崎県が5月からなんですけど、5月7日スタートだよな、7日なんですけど、うん、ちょうどそのタイミングから、うん、そのユニフォームが半袖短パンに変わるんですよ。わかりますか？今まで走られてる4月までの方は長袖長袖のジャージなんですよ。え、お前ジャージもらえないの？もらえないんですよ、半袖短パンなんですよ。それは不公平だな。いや、選べるようにしてほしくないですか？下はせめて長ジャー。お前短パン出してるの？そうなんですよ。言うじゃないですよ。変態やん。足自信あんのかお前。いやだからちょっともう2週間前から断食、もう断食します。断食。ウケる。ウケません。ウケる。ウケません。そっか。そうです。ああ、でもジャージ欲しいな。ジャージ欲しいです。それ言えるの？両方欲しいですよね。そうだよな、走った人はどっちも、うん、どっちのタイプも。で、短パンもう着ねえだろ。いや着ない、もうその日限りですよ多分。あ、でも夏はお前短パンで出勤してから。嫌ですよ。いいじゃん、スポーティーに。嫌です。短パンで授業。嫌です。舐めとると思われるな。いやでも思うんだけどさ、はい、あの世の中の中学校の先生ってさ、はい、ジャージで授業する人多くね？まあ、確かに、なんかそんなイメージあります。俺なんかあれ違和感あるな。俺絶対スーツだもん。夏でも俺上着着るもん。暑苦しいって言われるけどさ、なんかあんまラフな格好で授業したくねえよな。どう？お前そうでもない？私もでもスーツではないですね。スーツ、ほんなこの、うん、そのちゃんとしてるかわかりませんけど、俺夏でもネクタイだぜ絶対。授業はね、部活はちゃうよ、はい、部活はちゃう。でも授業はなんか俺必ず長袖のスーツ着て挨拶してから、で挨拶した後にね、お願いしますって言った後に、おう、あ、すまん、ちょっと上着脱ぐなって言って上着、はい、先生なんで来てんの、暑かったねって感じで、授業だからだよ、はい、俺真剣勝負の場だからだよって、はい、へーみたいな。だから俺そのままちゃんとこんなしてるのに、てめえらなんだらけな格好してるんだよみたいな感じ、はい、授業はそう俺は思うんだけどな。どう気分、はい、先生たちやっぱ参加してるんだろう？そうでもない？いや、それってもう男性の方も基本スーツですだよな。うん、いやね、だけど生徒たちにさ、やっぱこう、ちゃんとした時はちゃんとするってのがあるじゃん、はい、ほら覚えてない？一緒に公園行った時さ、はい、どこの学校だ言えねえけどさ、はい、冬なのにさ、半袖着たりとかさ、はい、いたじゃん。はい、ありましたね。うん、やっぱりこう、外部から一応そこも学校だったからさ、はい、俺たちも学校の教員だからね、同じあれだけど、やっぱり外部から人が来てるときにはちゃんとして、ちゃんとした服装で迎えるときだよな、うんうん、だそういう、こう、教科書になってないことをちゃんと教えるっていうことも俺は教員の仕事だと思うんだけどな、俺硬い？いえ、うん、いや、多くね、今。まあそうですね。もう教科書に載ってることだけ教えればいいや、授業中だけ教えればいいやってね、はい、廊下でずんだれてようが、昼休みで騒いでようが、知らんぷり、はい、ね、自分じゃ怒らない、誰か他の先生に怒ってもらうとかさ、多いのよ本当に。もうなんかなんていうのかな、最近こうね、スカートを短くしてる人が多いから、はい、全体に連絡してくださいって。俺今日ね、はい、言ったもん、頭にきて。何て言ったんですか？そういう話があったのよ、はい、
こうやってルール守ってない子いるので全体で連絡お願いしますみたいな、はい、ちょっと待ってとか、それさ、そういうやつがいるの今この学校に、はい、いるのって、いるんだったらさそいつに言えばいいじゃん、はい、全体で言う必要はある、何回もこんなこと同じこと言ってるのにさ、はい、でそういうやつがいたらその場で捕まえてさ言って分からせればいいんじゃないって、誰だったかな、分からない教えてよ今と、はい、俺が言ってくから今って、はい、ちゃんとするやつに失礼だよって、はい、思わねえ、俺が硬い考え、はあ、はい、今も見てみろよ、まあ、これ吹奏楽の番組だぜ、はい、教育談義になってんじゃんかよ、うん、またメールが来ました、ちょっと待って、九分フルート、あ、名前言っていいの、あ、すげえ、やったー、りのたん、りのちゃん前川先生って、俺は虫かい秋尾先生って送れこいつは顔見れたろうが聞いてくれてる、嬉しいな、しい、あのこの子はなんとね、はい、こう運命的な出会いだよな、運命的な、そう、なんと僕たちが、彼女が小学校の時に公園に行って、その小学校にそれを聞いてて、でなんと吹奏楽を始めてくれたという、そのことを九分で出会う、はい、すごい、やった、九分でつながる運命、この運命、これは大事にしないと、はい、はい、というわけでこうやって喋りつこう吹奏楽の番組です、はい、じゃあ今日の1曲目、はい、今日はね、彼女がこの前離れた工科高校のね、はい、最後の演奏会、はい、もう引っ越す1週間ぐらい前だよな、はい、そうです、はい、演奏会、の曲を聞きましょう、曲目、曲目はウエストサイドストーリーです、ね、バーンスタインが作曲した、これなんつうの、これはミュージカル、映画か、ウエストサイドは、はい、うん、あのね、いろんな5曲、いろんな場面が散りばめられてるね、まあ、ちょっと話も長くなるから、まあ聞きましょう、まあ、ちゃんと演奏してたろうか、これ後で言い訳をさせてください、そうだな、お願いします、はい、それでは、工科高校の、定期演奏会、指揮は前川清です、バーンスタイン作曲ウエストサイドストーリーセレクション、どうぞ。